人気か。ただいまより投票受付を開始します。今年もまたここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。ポストポンドが先頭に立ちました。そのうち1番ドルミア、外を通りまして片脳天馬、6番ウィズアンティシペーションセイントマザー、その外からは11番日本ダンディ、そしてその後ろから12番ラサニエル、内を通ってストラテジックチョイスチーフェアハート、その後ろでやりましょうか。セントニコラスアビー、それからもう1頭5番グリークダンス、一番後ろに8番サンクラシークでやります。流れるようにレースが進んでおります。依然先頭ポストポンド、それから10番カタノーテンバドルニアがそのうちにいます。外を通ってウィズアンティシペーション、そして一番人気の日本ダンディ、うまくいっているんではないでしょうか。セイントマザーがその後ろ、内から1頭12番ラサニエル、それから3番ストラテジックチョイスチーフェアハート、それからセントニコラスアビー、外から1頭5番フリーダンス、1頭ポツンと離されているのが8番サンクラシークという展開です。前でありますが前、先頭は依然としてポストポンド、今日が最後のレースと言われている片脳天馬、花道を飾ることができるかどうか。ドルニアが内々を通っています。それから足毛の馬体ウィズアンティシペーションであります。さあファーイースト競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行く青い帽子はポストポンド日本ダンディ、懸命に追う日本ダンディ、先頭か内からは片脳天馬が来ている。日本ダンディが抜け出した。セントニコラスアビーも追い込んできた。セントニコラスアビーも追い込んできた。先頭岡部と日本ダンディ外をついてセイントマザーが来ている。セイントマザーが2番手日本ダンディ、1着1番人気に見事応えました。よく頑張りましたね。1着11番、2着7番、3着当番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。いい配合ですね。いい配合ですね。危険な配合です。
配合ですね。型のアイコン、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